山奥へ車でしばらく行ったところにある農業用のため池。お願いします。お願いします。今年7月、県の職員ら50人がかりである外来生物の駆除が行われた。池を泳ぐ外来生物の正体は、北米原産の肉食の外来魚、コクチバスだ。でもこんなサイズがいるというのは問題ですね、はい、昔から問題になっているブラックバスの仲間で、魚を食べてしまい繁殖力も極めて強い。生態系を破壊する恐れのある特定外来生物に指定されている。およそ5時間でため池にいた稚魚から最大45センチの成魚まで合わせて61匹を駆除。コクチバスがどこかからやってくる経路が、考えにくい場所、つまりは、人が持ってくるしか、ここに入りようがない場所ですので、まあ、密放流であると、考えております。しかしこの池で駆除できたからといって問題は終わりではない。実はこの池、雨などで水かさが増えるとすぐ横の祖辺地川に流れ込むようになっている。そしてそこでも残念ながら、ため池の下流部においても、極小サイズのコクチバス15匹が、採捕されました。つまりため池の外にコクチバスが拡散してしまっていることが確認されたということでございます。ため池から祖辺地川へ、そしてこの川はおよそ3キロ先で東海地方を代表する河川、清流長良川につながっている。今回の徹底駆除は長良川へのコクチバス侵入を防ぐためだったのだ。昔からアユが生息し、今では毎年春に水系全体におよそ40万匹ものアユを放流している長良川。アユは昔からの食文化だけでなく、1300年以上の歴史を誇る伝統の鵜飼にもなくてはならない存在だ。ブラックバスは本来池や湖などに生息する魚だが、その中でコクチバスは流れの速い川でも平気で繁殖していく特徴がある。コクチバスがいるからといってアユがこう完全に全滅するほどのことは多分ないと思います。そこまではいかないけど、コクチバスが侵入する以前の環境とは大きく変わってしまうだろうということは言えると思います。川の生態系を破壊する恐れの高いコクチバスの侵入、そして恐れていたことが、ここですね。この辺りをうろうろして、はい、祖辺地川との合流地点の下流にある長良川の美濃橋。ダイビングインストラクターの深川秀夫さんは今年5月、橋のふもとでツアー客をガイドしていた際、コクチバスを見つけた。どれぐらいの体長なんですか？25センチぐらいはあったと思います。今年で22年潜ってるんですけど、ちょっとここでは見たことのない魚だったので、ちょっと衝撃というか。コクチバスはすでに長良川で見つかっていたのだ。果たして繁殖は？隣の三重県には今まさにコクチバスの脅威にさらされている川がある。
三重県の中央部を流れる一級河川櫛田川。8年前コクチバスの生息が確認されて以降、その数は年々増え続けている。これ右のあれ2つあれコクチバスですか。コクチバス、あ、3匹ある。そこ、これいた、コクチバスだ。河川国道事務所の昨年度の調査では卵も含めておよそ1万ものコクチバスが見つかっている。はた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 、網を入れると簡単に捕まえられるほど増えていた。コクチバスはな、このアユを追えるもんで、アユを友釣りしとったら友釣りかかるな、友を食いつくぜ。友釣りのおとりのアユを食べるの、これで切られんの、ビャチャッと。櫛田川でも漁業や釣りなどでアユは重要な水産資源となっているが、それが今コクチバスによって危機にさらされている。このコクチバスは性質が狼やな、性質があるんやわ、はい、1匹のアユを3匹も 4匹もが追われて食べる習性があるんやから。へー、始末に追えん魚やなこれ。この30年で全国各地で生息が確認されているコクチバス、その影響は計り知れない。最初に放流された数はそんなに多くなくても、生き物は数が増えていくので、まあ、いわゆるネズミ算ですよね。昔からいた生き物の中で絶滅しちゃうものが出てしまうっていうのが一番最悪の結果ですね。取材班は7月に駆除が行われた郡上市のあのため池をもう一度訪れた。あ、いましたね。あれがコクチバスです。あ、あの今目の前を泳いでる、はい、あれです。12、3センチぐらいあると思います。池の中には依然たくさんのコクチバスと見られる魚の姿が。釣っちゃいました。釣れましたね。今もなお多くのコクチバスが生息していることが確認された。7月に駆除してもなおやっぱりいるもんなんですか。はい、そうですね、やっぱり1日だけの駆除でやっぱり取り切れないほどの数がもうこの池には繁殖してしまっているので、在来魚のもう脅威になりますので、はい、もう一匹たりともやっぱり出してはいかんと思いますね。はい、県は今後最終手段として池の水をすべて抜いて本格的な駆除に踏み切る方針を決めた。日本の川の生態系を侵略する肉食外来魚、その脅威は今も静かに広がっている。